イベントが開催されてるみたいだな。道に看板がたくさん出てるぞ。名前はフォンテーヌファッションウィーク。服屋を覗いてみようぜ。何かいい新商品が手に入るかもしれないぞ。その本当にいいの？前金の残りを使って作ったんだって。何、まさか私が手を抜いたとでも？いやいや、千織さんを疑うつもりはないわ。というより結婚式で千織屋のウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だったの。もう着られないんじゃないかと思ってたけど。ん？あれって千織じゃないか？今日は店にいるんだな。そっか、確かにそうかもな。接客が終わったら千織に聞いてみようぜ。私に二言はないわ。お客さんとの約束は必ず果たす。これが商売ってものよ。ドレスは日の当たらないところに置いて、不用意に畳んでシワを作らないように。あと取り出すのは結婚式当日まで待った方がいいけど、その感じだと我慢できなそうね。なるべく我慢する。これを着た私を見たら彼もきっとびっくりするだろうな。千織、店にいるなんて珍しいな。何よそれ、私が自分の店にいるのがそんなに珍しいわけ？今日は何を見に来たの？オーダーメイド？それとも子供服を買いに来たのかしら？もういや、子供じゃないぞ。ああ、そのこと。君たちも耳にしたってことは、フォンテーヌファッション協会の宣伝効果は確かみたいね。ファッションウィーク中って何か面白くて賑やかなイベントがあったりするのか？面白いとは言えないけど、賑やかなのは間違いないわよ。何しろこのイベントはフォンテーヌで年に一度のファッションの祭典だからね。じゃあ千織もファッションウィーク中に作品を出すのか？もちろん。フォンテーヌ邸のファッションデザイナーはみんなこの機会に自分のブランドを宣伝するの。運が良ければその日のうちに大量注文を受けることもあるわ。そうそう、千織というブランドもフォンテーヌファッションウィークに作品を出したことで一躍有名になったのよ。あれ？でも千織はもう十分有名だろ。今回のファッションウィークに参加しなくたってみんなお前の服を気に入ってると思うけど。それとこれとは話が別なの。みんな服のデザイン以外にもブランドの理念や今後の方向性についても注目してるからね。もしみんなが今年はまともな新作がこのブランドから一つも出ないなんて思うようになったら、誰もお店に来なくなっちゃうでしょ。つまるところ、ファッションっていうのはある種流行の思想を代弁してるの。ブランドを選ぶということは、往々にしてそこが掲げる理念を選んでることになるわ。ファッションって奥が深いんだな。とにかくファッションウィークでもうすぐ千織屋の新作が見られるってことだろ。そうね、デザインはもう決まってて、今は生地が届くのを待ってるところなの。フォンテーヌじゃ買えない生地なのか？うん、やっぱり稲妻の織物の肌触りが恋しくなる時もあるからね。それを使うとなんだか心も落ち着くし。お、わかったぞ。いわゆる故郷を思い出すってやつだな。まあそんなところかな。でも稲妻からフォンテーヌってなると遠いよな。千織、荷物が途中で奪われないか心配にならないのか？その点については大丈夫よ。万が一の場合に備えてコマニアを使ってるからね。最も信頼できる配達員にお願いしてあるの。ごめんなさい、ちょっと
遅れてしまい、申し訳ございません。もう息を整えてから話しなさいよ。ちおりが言ってた配達員ってキララのことだったのか。あれ旅人にパイモン、君たちもフォンテーヌに来てたの？久しぶりだね。なんだかまたヘマをやらかしてるところを見られちゃったね。それよりどうしたの？道中で何か大きな問題でもあった？ちょっとしたトラブルがあっただけだよ。盗賊？放盗団？いつもはパパッと片付けてるじゃない。違うの。実はちょっと道に迷っちゃって。尻尾が正直なところは相変わらずね。実はフォンテーヌに入ってすぐ数人組の集団に呼び止められたんだ。その人たちはいつも会う強盗とは違って、尻尾が2本あるとか、彼女だとか、コマニアだってつぶやいてて。じゃあキララを狙ってたってことじゃないか？むしろしおりお姉さんの荷物を狙ってたんじゃないかな。私の記事を？荷物を置いていけば見逃してやる。じゃないと高い箱に詰められて海に沈むことになるぞ。もちろん溺れ死ぬ方の海にな。で、その人たちに脅されたから。キララ、怪我とかなかったか？平気平気。私こう見えてもれっきとした妖怪だもん。その人たちは全員警察隊に引き渡したよ。ただ人数が多かったからちょっと時間がかかっちゃったけど。待って、強盗に荷物を狙われるのは珍しいことじゃないけど、どうして私の荷物を狙ってたって分かったの？フォンテーヌに届ける荷物は私のだけじゃなく、他の依頼人のものもあったはずでしょ？ねえ、何かまだ私に言ってないことがあるんじゃない？それは。ふーん、そっか。じゃあ今回のサービス評価は星いくつにしよっかな。ああ、千代お姉さん、それはずっと言って。わかったよ。言えばいいんでしょ？実はあの人たちがどうして私の前に現れたのか少し気になって、時間を使って調べてみたんだ。そしたら強盗の中に口の軽い人がいてね、あっさり依頼人の名前を吐いてくれたので、強盗はその人にしおり屋の荷物を奪うよう指示されたんだって。その人の名前は？しおりお姉さん、もういいんじゃない？ほら、私も別に怪我をしてないし、もうすぐファッションウィークが始まるでしょ。あんまり大ごとにしない方がいいと思うんだけど。ありがとう、キララは優しいのね。でも相手が何をしたのかちゃんと分からせてあげないと。じゃなきゃまた襲ってくるかもしれないでしょ。ましてやそいつは私の友達に手を出したんだから。分かったよ。依頼人の名前はユーサーって言ってた。ユーサー？ねえキララ、なんだか聞き覚えのある名前だと思わない？だから千織お姉さんには教えたくなかったんだよ。あれ、二人とも知ってるやつなのか？前に千織お姉さんが愚痴ってたんだ。そのファッションデザイナーはいつも千織屋に対抗してくるって。ってことはファッション業界のライバルなのか？こんな汚い手を使うやつをライバルなんて呼ばないわよ。ユーサーは私のデザインが気に入らないみたいで、みんなの前で千織屋のデザイン理念と服の素材について批判してきたことがあるの。小賢しい真似なんかしないで正々堂々と勝負しろって前に警告してやったのに。あれ、
しおりお姉さんどこ行くの？誰かさんを分からせに行くのよ。キララはここに来るまでのドタバタで疲れたでしょ。うちの店で休んでいきなさい。ちょっとちおりお姉さん。行っちゃったな。どうしたら。しおりのことが心配なのか。しおりお姉さんは思ったことをそのまま口にする性格だし、怒ると怖いから。ファッションウィークの前後にチオリアのブランド名を傷つけるような記事が出ないか心配なの。旅人パイもチオリお姉さんについて行ってくれない？コマニアの配達員である私はそういったことに首を突っ込みにくいから。うん、チオリのことはちゃんと守ってやるぞ。チオリお姉さんよりもどっちかっていうとユーサーって人の方が心配なんだ。